今回はですね、タグマネージャーとアナリティクス GA4 の接続方法をご紹介していきます。こちらはですね、タグマネージャーの管理画面になります。で、タグといったところをクリックしていただいて、新規を押します。で、名前のないタグとあるので、ここでまずですね、わかりやすい名前に変えておきます。GA4 接続にしておきましょう。で、このようにしたら、まずタグを設定していくので、鉛筆マークを押します。で、こちらですね、GA4 設定といったところに行きます。ここに測定 ID を入れていきます。で、この後ですね、アナリティクスの方の管理画面に入って、測定 ID を確認していきますので、アナリティクスとネット検索をして、アナリティクスの管理画面に入ってください。こちらですね、アナリティクスの管理画面になっています。で、こちらですね、デモアカウント接続したばかりでこのような状態なんですけども、管理を押します。で、管理のですね、データストリームといったところです。で、ここですね、データストリーム今接続されているので、このようになっています。で、デモアカウントなので、ちょっと一時的に今、ID とか公表しているんですけども、この後ちょっと削除していこうと思っています。測定 ID ここにあります。なので、これをコピーしてください。で、これだけですね。そしたら、もう一回、タグマネージャーに戻ります。このように接続しておしまい。で、トリガーの設定です。で、タグはここだけですね。設定するのは GA4 を選択して測定 ID を入れる。ここだけでおしまいです。で、次ですね、トリガーの方に行きます。トリガーは鉛筆マークを押して、こちらですね、初期化というものが設定のものになっているので、この初期化を押します。で、保存を押します。で、おしまいです。で、設定したら必ず公開というのを押していきましょう。これでですね、タグマネージャーと GA4 が接続できたので、この後ですね、内部リンクの計測をしてみるとか、外部リンクの計測をしてみる、あとはお問い合わせの産休ページのコンバージョン測定してみるとか、GA4 とタグマネージャーを使ってノーコードで結構いろいろなタグを追加していくことができるので、いろいろ拡張ができるようになりました。